ロシア嘘情報流す。本日までのロシア軍の損害は、動画の最後に掲載しています。ウクライナ国防省の諜報総局は、ロシア軍の情報戦局が、ウクライナと西側のパートナーの間で、信頼を損なうための嘘の情報を作成し、情報攻撃を計画していると伝えました。クレムリンの偽情報マニュアル。腐敗したウクライナは、ハマスのテロリストに武器を売っています。ウクライナは、違法な武器取引に、穀物回廊を使用しています。ウクライナのルステム・ウメロフは、違法な武器取引のために、アラブ世界で彼自身のつながりを利用しています。レバノンによる、ウクライナ農産物の市場開放は、違法な武器取引に利用されている。ロシアの新しい情報キャンペーンの目標は、変わっていません。パートナー国によるウクライナの治安部隊と国防軍への武器の供給を完全に停止することです。ロシア軍によるこれらの偽情報の拡散はウクライナの信用を傷つけることを目的とした侵略国家の努力の強化を示しています。同じ目的のためにロシア軍の情報戦局はウクライナで露獲した西側兵器の特定のサンプルをハマスのテロリストに密かに引き渡しました。ウクライナ国防情報は、ジャーナリスト、ウクライナ、及び外国のメディアの代表者、及びウクライナの市民に、ロシア軍の情報戦局の嘘を広めることに対して警告します。クレムリンに敗北を、ウクライナに栄光を、この戦争に、ウクライナ軍が勝利して、一日も早く平和な日々が訪れることをお祈りいたします。また、ウクライナ軍が勝利した暁には、日本に北方四島が返還されることを希望します。本日までのロシア軍の損害、人員、約298,420人、740人。戦車5167台、22ユニット、装甲戦闘車両9749台、23ユニット、砲兵システム、7180機、18ユニット、MLRS834機、0ユニット、防空システム、558機2ユニット、航空機320機0ユニット、ヘリコプター324機0ユニット、運用及び戦術レベルの UAV5399機9、巡航ミサイル1541機3。